ファミリーソロキャンプ始めます。今日は煙幕を持ってきました。これ立ててタープ代わりに使いたいと思います。撮影も完了したのでご飯を作っていきたいと思います。秋ということで今回はさつまいもの炊き込みご飯を作りたいと思います。そろそろご飯が炊き上がりそうなのでサバの味噌煮缶を使ってもう一品ちょっとアレンジ的なものを作りたいと思います。弱火で温めていきます。完成です。そろそろご飯炊けたと思うんで開けてみたいと思います。なんかいつ開けるときって結構ドキドキですよね。カーニバル。美味しそう。いい感じじゃないですか。黄色い美味しそうな。さあこんな感じで切ったので、お吸い物、松茸のお吸い物。はい、これで完成です。それがお芋の炊き込みご飯、松茸スープ、サバの味噌煮を使ったサバ味噌チーズ卵です。それではいただきます。美味しそう。まずはスープか。うわ、美味しい。お芋ご飯いただきます。うん、めっちゃ美味しい。うん、最高。
かずも食べてみます。サバの味噌煮缶を使った、チーズのビールちょっと卵と混ぜて、のびる、うわ美味しい、これ美味しいです。ちょっとね、ご飯やっぱり多くて残ってしまいました。これはお家に帰ってから食べたいと思います。それではごちそうさまでした。ソロキャンプで食べるご飯最高に美味しかったです。ピンピラピン。洗い物をしてきたので拭きたいと。これお気に入りなんですよ。これアマゾンで買ったんですけど、結構ね、いろいろキッチン用品ほぼこれに入れて持ってきてます。この中にね、こんな感じで入れて持って帰ります。外のバーナーいいですよね。ソロキャンプに最高です。そして今日はこういう袋にママさんお気に入りのルピシアの夏恋っていう茶葉を持ってきました。今日のデザートはこの栗原さん家のおそそ分け抹茶プリンです。これね、以前にも食べたんですけど、とっても美味しかったので今回もこれ選びました。これね、レモンソースついてるんですけど、レモンソースない方がママさん好きでした。いただきます。紅茶から嬉しい。美味しい。最高。めちゃくちゃ美味しい。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。今回はジャグをイージーラッパーに包んで持ってきました。こんな感じで持って帰りたいと思います。撤収開始します。撤収完了しました。本日も動画ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。